Here we go. It's time for Lady Days. Mugicha. Uroncha. All right. Time for Lazy Days, and today, another hot day in paradise. Yeah.彼がデビューしたのはサーカス・マキシマスっていうね、フォークロックのバンドだったんだけど、フォークロックってフォークとサイケデリックと、で彼のパートナーがジャズ好きだったから、フォーク、サイケデリック、ジャズって感じ。彼がソロになってから、あの2枚か3枚目にミスター・ボージャングルって曲入ってたんだよ。その曲はさ、彼のバージョンが売れたんじゃないんだけど、いろんな人がカバーしてスーパーヒットになっちゃったの。だから本当にね、あのニティグリティダートバンドがもうトップ10にね、入れた曲だし、だけどアカビルクやそういうボーカリスト、昔のボーカリストのタイプの人もみんな歌ってたんだよ。だからこの曲だけで彼はあの人生ができちゃってんだよね。その印税がもう延々と続いちゃってんだよ、その一曲で、ね、だからそれから いろんなたくさん LP 出してんだけど、あんまり売れてないんだよね。でもテキサスではスーパーヒーローで、俺も一回テキサス行ってライブ見たんだ。 J.J. フォーカーがメインで、その前座が当時無名だったジミー・バフェットと人だったのね。その前がラスティ・ウィアーが一番最初だったけど、ジミー・バフェットもあの J.J. フォーカーとすごい仲良くて、一緒に彼らはあのフロリダなんか一緒にライブなんかやってたんだよね。それでジェリーはもうテキサスに引っ越しちゃって、オースティンに。それでジミーはフロリダじゃん、残ってたんだけど、ジェリーはもう本当テキサス行ったらもうテキサス人に愛されて、やっぱりこういうでっかいワイルド のステージでも酔っ払っちゃうっていうのは、私そういう時にやっぱり人気だったね。アウトローカントリーって言って、あのウィリー・ネルソンやマール・ハーガーで、ああいうちょっとトラディショナルなカントリーと違って、トラディショナルカントリーでもナッシュビルがもうすごい派手なスーツ着たりさ、でも JJF のこのテキサスの人たちのカントリーはジーパンとあのウェスタンシャツやさ、ヒッピーの服っぽいの着てたのね。だからあのコズミックカウボーイとも呼ばれてたんだ彼ら。 OK、 じゃあここでそのミスターボージャングルですね、彼のバージョン聞きましょうか。 This is the original Mr. Bojangles。 New man Bojangles and he danced for you and worn out shoes。 これから彼が、次にね、ちょっと話題になったのは人の曲なんだよでライブで彼がすごいライブで人気あったから、レコードはそんな売れなくてもライブでもうずっと回れたんだよね。一つがあの LA Freeway っていうガイ・クラークっていうテキサスのソングライターが書いた曲で、これも素晴らしいんだよ。 Let's hear it。 LA Freeway by J. Jeff Walker。でも俺テキサス見に行った時はね、テキサスまだ18歳で酒飲めたんだ。だから高校卒業したやつばっかりがさ、もう来てて、もうガンガンでビールテキサスの人たくさん飲むんだよ。だからもうあんまりみんな子供たちがビール飲んでるから、トイレ行くとあのおしっこするとこないんだよ。なんだけど手洗うとこもみんなおしっこしちゃってるからもうね、参ったよあれは。でもテキサスらしいなと思ったんだけどね。All right、 じゃあここでね、あの彼がね1973年に Viva Terlingua っていうアルバム出したの。これがやっぱりヒットはしてないんだけど、やっぱりみんな、俺の周りの人はみんな持ってたんだ。で日本でも日本版も出てるから割と話題になったアルバムだと思うんだ。そこはねライブのレコードで、あのライブとスタジオの曲入ったんだけど、そのライブのレコーディングがすごいかっこいいんだよね、いろいろ。でここであの入ってるのが Up Against the Wall Redneck Mothers。 あのテキサスでさ、レッドネックが多いじゃん。
でもこういうジェリーたちはそういうレズネックじゃなくてヒッピーっぽい人たちだったから、お前らくだらねえよバカ野郎って歌を歌ってんの。 Up against the wall, redneck mother, this is Jerry Jeff Walker. And it's up against the wall, redneck mother. OK、 この面白いのはさ、 Jerry Jeff って自分のライブレコードなのに他のバンドのメンバーがいい曲書いたからそいつに歌わしちゃう曲もあるんだよね。これがロンドンホームシックブルーズ、ゲイリー・ピーナンっていうね、彼のバンドのメンバーの曲をそのバンドのメンバーに歌わしてそれをレコーディングに入れてんだよね。 Let's listen to it. ロンドンホームシックブルーズ、イギリス行って寂しかったなっていう感じ。 Here we go. I wanna go home with the armadilloジェリーって本当人の曲でヒットっていうねは人気になってるんだけど、自分の曲はボージャングル以外はなんか何も話題になってないんだよね。だけど俺もあのシスコ住んでる時にグレートアメリカンミュージックホールってあって、そこはね800人以上入るホールだね。昔のシスコの一番古い音楽ライブハウス。そこでね、あのアメリカのライブって契約の中に毎日バーがここまで売るっていう金額決まってんじゃん。それ以上売れたらバンドが2割もらえるんだよ、ね、あの日本もそれやってくればいいな、ね、たくさん飲む人はね、あのお客さんがたくさん飲む人はそれだともっとギャラが良くなるからさ。でも日本の俺ライブハウスでそれ言ったら、あの絶対ダメだって言われたんだよ。それで、うん、そこのライブハウス行くと800人だけど300人ぐらいしか入んないの、 JD やると。だけど毎年呼ばれるの、なぜかというと店のビール全部飲んじゃうんだって、テキサスの人たちだから。それでね有名だったのはサンフレスコで、ホールはいつでも JD のチケット買えるんだけど、入ったらみんなテキサスから、いやテキサスの元テキサスの人、カリフォルニアに住んでる人がみんな来てガンガンビール飲んで一緒に歌ってるんだよね。本当あのカラオケみたいになっちゃってる、ね、全員の。 Alright、 そういうところで歌ってた曲でね、またガイ・クラークの曲、Desperado's Waiting for a Train. Desperado's Waiting for a Train. OK、 Jerry Jeff、 もうね6曲いっちゃったけど、もう1曲いこうか。あの僕この曲好きなんだよ。これはあのもうレコード会社が電話してんだけど、あどうにかなるからうるせえなお前らって歌ってんだよね。Here's Getting By by Jerry Jeff Walker.Okay, that was Jerry Jeff Walker today. これからの皆さん、あのアルバムの写真もこうやってアップしてるから見てね。でぜひね、あの Jerry Jeff の1枚買うんだったら Viva Terlingua だな、これがいいんですよ。 Alright, Lazy Days 登録お願いします。